カンナギは、ブナシエリによる日本の漫画作品である。副題は、クレイジー・シュライン・メイデンズ。月刊、コミクレックスにて、創刊号から2017年9月号まで連載された。2010年8月時点で、第6巻までのコミックス累計発行部数は200万部を記録している。2009年1月号より、 作者の病気療養という理由で長期にわたる連載休止の状態となっていたが、2010年9月に2011年に連載を再開する旨が発表され、2011年7月27日発売のコミックレックス9月号より連載を再開した。また、コミックレックス2010年4月号より漫画家の結城真一によるスピンオフギャグ漫画カンパチが連載された。 2008年10月よりテレビアニメが放送し、2008年6月よりテレビアニメ企画と連動したインターネットラジオ番組も公式サイト上で配信された。美術部員の高校1年生、ミクリアひとしは霊感が強い少年。彼は、畜店に出店するため、切り倒された新木をもとに手彫りの精霊像を作っていた。すると地面に置いていた。 精霊像が砕け、中から、サンド人を自称する少女、ナギが現れた。親睦が切り倒されてしまったために、人氏が住むカンナギ町には最悪を生むとする、汚れが出現する。それを退治するために人氏とナギの共同生活が、始まった。ナギの妹ザンゲッチャ幼馴染のつぐみなどを交え、明るく楽しい日常が繰り広げられるが、ナギが、 汚れについての詳細を不自然なほどに知らなかったり、時々記憶が途切れたり、人格が変わったりして自我が脆弱であることが判明する。ひとしは未熟な自分と彼女を重ね合わせ、二人は共に自分探しを始める。なぎの人格が変わるのを不審に思ったひとしは、思い切って、なぎのもう一つの人格に話しかけてみると会話が成立し、 ナギの正体を知るとナギが崩壊することを告げられると、共に、木のイメージの夢を見る。謎をはらんだまま夏の合宿へと舞台は移動し、人したちは、他の町を守護する神と出会う。そこで、神は、分身霊と呼ばれる複数の人格を持ちそれぞれの、自意識は同一であることが判明する。つまりナギは、なぜか、自意識が、上位の人格と同一でない。 おかしい分身霊であることが推察された。ナギの謎の全容がなかなか明らかにならない中、ひとは、ナギの知り合いであるという謎の人物、大東と出会う。彼は、実は、汚れが集まった存在であった。ひとはナギへの恋心を自覚し、デートを持ちかけ告白を試みる。しかし、そこにデートを、邪魔しに。 ンゲちゃんが現れ、大東は、ナギの重い人であると人志に告げ同様を誘う。大東と再会したナギは、記憶が戻り、大東を自ら身体に取り込み汚れ、自分を払うようにンゲちゃんに頼む。そして、ンゲちゃんによってナギは消滅させられてしまう。ナギの消滅で悲しみに暮れる人志だったが、主言者である商法の助けを借り、文化祭に、 ナギを復活させることに成功。ナギを霊視するたびに見える木のイメージの正体は、因果の木であり、ナギは、縁結びの神であることが判明した。しかし、再度権限したナギは、人との記憶を失っていた。ナギの謎を明らかにすべく、人とは、商法の助けを借り、ナギを霊視し、過去を覗き見る。過去の世界。 中世の日本で凪は神んなぎ様と呼ばれ、崇められていたが、神らしい人間味に欠けた人格だった。凪はその意向から俗に目をつけられていたため、主言者である大東が護衛につけられた。大東は、自分自身も人間味に欠けた人生を送っていた、苦い経験から、凪の冷たい人格を憂慮した。大東は、ミクリアの女であるひばりと出会い結婚し、 彼女と共に、人としての生き方をナギに教えていった。ナギと、大東はやがて俗の攻撃である虫毒と対峙し、これを払おうとするが、虫毒が呪いを自己増殖するため、ナギの戦闘では払い切れず、大東が、自身の体に呪いを閉じ込めることによって、これを封じた。しかし、それでは、大東が人として生きることも死ぬこともできないため、改めてナギが、 自身の体に、大東を取り込み、彼を人として転生をできるようにした。その結果、凪の土地である神んの地は何百年も穢れることとなった。穢れた凪は妹によって払われた。これらの過去を見て、ひ氏は、大東は、凪の恋人ではなく、凪を人間にしてしまった人と悟る。このエピソードで大東とひばりがひ氏の先祖である、ことが示唆されている。 縁を辿る旅の終わりで人氏ととなは神奈な様と出会う。凪は自由意志を持ってしまったためにうぶすながみとして、振る舞わない恐れがあるので、上位人格が意識に干渉していた真実を知る。人とが、凪の心を自由にしてやってほしいと頼むと、神奈な様は、凪との縁を切ると告げる。その真意がわからないまま日常に戻った人とは、改めて凪に恋心を告白する。 カンパチは原作、タケリエリ、漫画、有機真一による日本の漫画作品。月刊コミクレックスにて、2010年4月号より2016年5月号まで連載された。カンナギのスピンオフ作品にあたる。登場人物はカンナギと共通しているが、カンパチやサンゴちゃんといったオリジナルキャラクターが登場し、 原作よりもコミカルな作風で描かれている。単行本は全10巻。タイトルは、魚のカンパチとカンナギのパチモンであることから。2012年9月号からは、ゆるゆりとのコラボ作品である、ゆりパチが一時的に連載していた。ここでは、カンパチのみに登場する人物を挙げる。2008年10月より、第13幕まで放送され、未放送の、 第14幕は DVD に収録された。アニメ放送当時は原作版の連載が続いていたため結末はほぼアニメオリジナルになっている。英語版スタッフオープニングテーマエンディングテーマ第7幕はエンディングテーマなしをダイジェストで放送。劇中化すべて第10幕で使用された。これらは DVD 第5巻初回限定版の CD に収録されている。 第10幕の冒頭、高子が入れた曲は宇宙鉄人兄弟員であり、本編ではイントロ部分のみ使用された。BGM 第11幕、ブルックナー公共曲第7番第1、楽章冒頭が使用された。 2008年11月26日発売第1幕、第2幕収録2008年12月17日発売、第3幕、第4幕収録2009年1月28日発売、第5幕、第6幕収録2009年2月25日発売、第7幕、第8幕収録2009年3月25日発売、第9幕、 第10幕収録2009年4月22日発売、第11幕、第12幕収録2009年5月27日発売、第13幕、テレビ未放送エピソード1は収録テレビアニメ、カンナギのプロモーションのためのインターネットラジオ番組としてアニメ版公式サイトで配信された。2011年4月8日より、ソーシャルネットワーキングサービスのグリーで、 基本プレイ無料のアイテム課金制のソーシャルゲーム、カンナギフォルが提供されていた。プレイヤーがカンナギの世界の転校生となって学園生活を送る恋愛ゲーム。このほか t v アニメがカード RPG、超嫁対戦に参戦したり、カードコレクションゲーム、嫁これに参加している。舞台は原作、アニメともに公に,にされていなかった。これは一部のファンが、 実際の舞台と異なるところ、特に宮司のいない神社に勘違いして押しかけたことから、作者が該当する神社などに迷惑がかかることを、有慮したためである。原作では、あくまでもファンタジーなので特定の場所は決めていない。アニメでは、監督から、ぜひ具体的な背景資料が欲しいとの要望があり、作者、ブナ氏の出身地である、宮城県の仙台都市圏で作者を交えて、 ロケンが行われた。アニメの放送が始まると、ファンが聖地巡礼と称して、舞台と推定される場所を観光して巡る現象が見られた。特に神社のモデルとみなされた美節神社では、参拝客が例年の5倍以上に増加し、また、2009年の年始には、日本各地や香港からのファンが初詣に訪れていた。これを受け、 同神社がある七ヶ浜町の商工会がアニメカンナギによる観光戦略事業実行委員会を組織して2009年夏にカンナギに関連した観光キャンペーンを行いアニメのシーンを用いたテレビ CM を流したり七ヶ浜国際村にカンナギ神社を設置したり仙台名家ハギ萩の月」などを同アニメのキャラクターの放送で包んだナギの月などに仕立てて 景品として配ったりした。また、美雪神社境内の干伐材で作った木の精霊像や舞は足も景品として配った。ありがとうございます。